子供がまだ食ってる途中でしょうが、ラーメン、まあ、北海道に行った時買ってきたお土産なんですけども、未だに食べてないですね。賞味期限はとっくに切れております。19年12月22日ということで、2019年にね、私北海道に旅した時に、まあ、記念館みたいなとこ行ったんですよ。で、こんなん子供がまだ食ってる途中で生姜ラーメンとか言って、こんなん出すなよと。でも出てて嬉しいけどね。あのシーンが名シーンになるっていうのはどんな演技なんだと思いますよね。でも確かにあれは幼い頃私たちもね、友達となんか噂しましたよ。子供がまだ食ってるでしょうかって、なんかあの辺だけ真似してね、あれ台本でうまく真似されるように作ったんですかね、たまたまですかね。まあ、田中邦衛さんってのはどこを切り取っても名シーンだなっていうところが分かるエピソードだと思います。子供がまだ食ってるでしょうかラーメン、貴重品でございます。